今日はサナの日です。皆さんサナの日だよ。メイクする。見て見て、このもちもちだってもっぴーもちべもっぴーもっぴーもっぴーだらけ。ネイルもちょっともっぴー、じゃあ無理やりすぎました。ちょっとメイクしてきますね。今日この後楽しみなお仕事があるので、お仕事、楽しみなお仕事って言っていいのかなってことがあるのでメイクをねしていきたいと思います。そうだ、もうね、私はもうモッピーモチベだから、もうねモッピーモチベでやっております。じゃあメイクをしていきますね。これ紹介した方がいいのかな、まあ、紹介するか、まあ、男の男性の方はね、もういろんなものを塗りたくってるなっていうのを見てください。下地はこれ、ヒンスです。今日ね、夜もできたらやろうかなと思ってるんですよ、ショールーム。まあ今日はね、サナの日だから。もし見れる方がいらっしゃったら、見てください。これみつ編みなのは私エクステついてるのでめっちゃ広がっちゃうんですよ。だから寝るときに三つ編みして寝ないと次の日もハグリッドみたいになっちゃうんですね。だから三つ編みしてます。キャンディードール、これはもう一生使ってる、顔がすごく白くなる、ミント使ってます。今日は天気いいですね。第3ボタン、私第3ボタンめっちゃ大好きなんですけど、皆さんはどうですか？振りも超可愛くて、私さ、あの振りがねめっちゃ難しいんですよ。結構メンバーもすっごい難しいって言ってて、あのね、私あの振り入れの時体調不良で1日目行けてなくて、まあでも曲が曲だからそんな難しくないだろうなと思ってたんですね。でそしてなんか見てみたら、えっちょっととんでもなく細かい難しいと思って、でびっくりして、その後個人レッスンしてもらって振りを入れてもらって、すごく、そう、舞花先生のダンスマジで大好き、とても可愛い、大好きです。難しかったで、ちっちゃ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 たた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 たみんな解釈は一緒なんだろうなっていうやつ、歌詞、分かりやすい歌詞だし、すごく、あ、これはあのリリベスファンデーション、分かりやすい歌詞で私は結構大好きですね。あとはなんか MV も分かりやすく青春って感じでいいですよね。桜が、もうそんな季節だよ、みんな桜だって。もう桜、桜ってもうさ咲いてるとこってあるんですか？
サナはね、そう、ピアノ弾いてます。いろんな音楽隊なんですけど、私はピアノを弾いております。別れをせかさないで、最後の効果響いてる体育館。コンシーラー、コンシーラー。あ、3月下旬から。あ、そうなんだ。じゃあまだまだか。まだちょっと寒いもんね。昨日もすっごく寒くて、めちゃめちゃ寒くなかったですか？やっぱ風があるとさ、すっごい寒い。昨日もうね、ちょっと風に、私はごめんなさい、本当に朝早かったんですけど、お仕事が、風にブチ切れしながらね、歩いてました。え、なんでこんな強いんっていう風にブチ切れながら歩いてたんですよ、風にね。でさ、寒かったからあったかい飲み物をね買ってね、あったかい飲み物を買いまして、ほっぺを温めようと思ってこうやってやったら、エアポッツが落ちまして、それないんですよ、全然地面になくて、え、さっきまであったのにエアポッツない。もっと、もう寒いし仕事間に合わなくなっちゃうから、もう諦めて、わあ買わなきゃと思って、ちょっとご機嫌斜めで歩いてたんですね。全部これは風のせいやと思いながら歩いてて、したら仕事現場着いたらポロッと落ちてきて、自分の髪の毛から。エクステつけてよかったって生まれて初めて思いましたね。エクステの毛に絡まって落ちてきたから、あ、エクステつけてよかった。確かにストローもそうだね、ストローめっちゃ絡まるんですよこの毛。この時はエクステつけてよかったって思いました。あ、コンシーラーはこれディオールです。スキンコレクトコンシーラー。そうなの。あとはだってシャンプーも大変だし、男の人ってエクステってあんまつけないじゃないですか。だからもう分かんないでしょこの辛さ。あのね、本当にあのね、大変よ。シャンプーすっごい時間かかるし、丁寧にやんなきゃいけないし、あとはトリートメントもいつもの倍以上量が、やっぱ長さがあるからっていうのもあるし、大変だけど、まあ好きでつけてるからしょうがないか。まだ外れたりは してないですか？4本ぐらい外れた気がする。なんなら昨日お風呂でトリートメントしている時にブラシでやってた時に取れました。はい、したら眉毛やってきまーす。眉毛はこれです。フーミーブライトブラウン。早く咲いた桜、別れをせかさないで。なんかさ、私も第3ボタンとかそういう次元に生きてなかったんですよ。え、あ、第2ボタンとか、え、みんなもらってたんですか？第2ボタンもらわれたりもらってたりとかしました？私別に好きな人とかいなかったから、あの第3ボタン、間違えた、第2ボタンくださいとかなかったんだよね。本当に全然何にもなくて、え、皆さんはそういうのは、え、欲しかったけどもらえなかった、かわいい、え、めちゃめちゃかわいいじゃん。
じゃあもうそういうの青春は憧れてましたね。でもまあそういう思う相手がいなかったんで現実的。あ、その人に彼女がいたからネクタイをもらった。青春だね。ガチで青春だね。もらってもらえた好きな人に。なんやねん、みんな青春してる。とかさ、マジでさ思うんだけど、ファンの皆さんってガチで青春してるよね。アイドルってさ、もうアイドル人生が青春なんだけど、辛くもあり楽しくもありみたいな。だからもうさ全然違うね。だってなんか遠征、そのどっかツアーとかで遠く行くと、そのたちより絶対ファンのみんなの方が楽しんでるんだよ。なんかその土地の何かを食べたりとかさ。だから青春してるね、みんな。体操服名前入りもらいました。何それ、何何。眉毛マスカラはキャンメイクでーすのピンク。昔より今が青春してる。いいね。私はどうなんだろうな、いろんな青春してるね。そうすると、だって小中高で、私大学があったので、それをなんかイコラボ入る前に大学人生を普通に一般人として、あの芸能人じゃない大学生を過ごしてたから、それはすごく良かったかなって思います。だってそれがあるから今お友達も、数少ないお友達なんですけど、大学のお友達が今あの仲良いお友達が2人いるんですけど、今その子たちとめちゃめちゃ仲良く過ごしてるから、それは本当に大学行ってよかったなって思うことですね。お友達ができた、お友達を作れました。嬉しい。したらもうこのね、最近9点で目代わりやってるんですけど、このチークがめっちゃ可愛いから女の子全員買ってください。ほんとこのね、読めないね、ね、キーピントーチモマリンブレンディンスミョンパンっていうやつ。あ、普通に英語で書いてあったじゃん。英語で書いてありました。マリンブレンディングスミュブランキープインタッチっていう、これチークなんですけどこのチーク9点で売ってる。目代わりやってるから買って。パープルなんだこれは、これです。パープルなんちゃらっていう色がめっちゃ可愛いから、ちょっと買ってほしい。今まで私パイオダーのチークしか買ったことなかったんだけど、これめっちゃ可愛くて、なんかあるなんか TikToker さんなのかなが使ってて、めちゃめちゃ可愛くて、ちょっと青みっぽいから苦手な人もいるかもしれないけど、このシリーズ可愛いからちょっと買ってみて。私ね、パーソナルカラーねガチで分かんないの。あのね、本当に分かんない。でも信頼行きなさいよって話なんだけど、まあ、前 YouTube の企画で行った時はイエベだったんだけど、その時すっぴんじゃなかったの。 YouTube の企画だったからすっぴんじゃなくて行ったから、まあ、イエベっぽいメイクしてたっていうのもあって、イエベ春ってなったんですね、診断が。でもね、なんかブルベ要素もあるんですよ私。だからマジで分かんないの。メイクの情報はどこで仕入れてるんですか？ YouTube、TikTok、まああとは SNS ですね。あの、でもやっぱ写真とかだと分かりにくいんですよ。加工とかされちゃうから。チーク可愛いと思っても、なんか色味が、なんか買ってみたらちょっと違かったみたいなのがあるから、結構 YouTube は信頼してますね。なんか動画だから。そのまま。の色でなる。
パーソナルカラー、まあまあまあ、でも自覚みんなあるでしょ。自分な、なんか青みに合わないなとか。サナはね、はい、TikTok はちょっとやります。見るだけ、 みんな見てるよ、本当にめちゃめちゃ見てるよ。みんなみんなのやつとか流れてくるよ。あのファンの人がさ、あのイコラブのなんか音源とか使ってさ流してるので、次ペリペラのモーニングブラッシュも戻ってきました。前使ってたんだけど違う色使って結局戻ってきちゃった。ここに結局きっと君だってことなんだなって思って戻ってきました。ガチ可愛い。なんかこれはもうアガジャンみたいな感じの色です。もうね TikTok もね撮らなきゃいけないと思ってるけど撮らないんだよね。次、ただアイシャドウ、アイシャドウはこれもう何色入ってるの、1234 16色入ってるから、もうこれ1枚で何でもできちゃうっていう。この前の配信ライブのサナちゃん天才だった。何え、なんかやりましたっけ私なんかやりましたっけ。あ、私これは何番だ、何番って書いてあるのこれ、え、何番なんだろうこれ。7番使ってます。ソーダコーラルブロブラーニングっていうカラー使ってる。チョコがスイーティソナツに褒めて、あ、そうなんかね、ソナツンパートになったんだけどって言って、で、みたいな。で、振り付けとかも一緒に、私もスイーティストガールめっちゃ忘れてたから、振り付けでもう過去だったから、一緒に振り起こしして歌の練習もしました、ショコと難しいよね、スイーティストガールって。私なんかって言わないで、だから結構あのサナツンパートショコが任されてめっちゃ良かったみたいな声があって、私もめっちゃ嬉しくなりました。裏で聞いてても本当に上手で音も外さず本当に声も出てたから、本当にショコめっちゃ良かったよって終わった瞬間に言いましたイオリの背景あなた様もめっちゃ良かった。普通に着替えに時間があったから着替え終わったら見れたんですね、イオリの後ろで。めっちゃ良かった。これぞ本家って感じでしたね。サナもやらせてもらったけど、やっぱ一番なんだろう、やっぱ楽曲に合ってるね。いいよ、顔が完成してきましたよ。なんだろうね、あとハプニング、あ、なんか瞳と衣装が絡まったんですよ。ご存知の通りトロッコで瞳とねなんか乗るところがあるんだけど、なんかこうやってくっついてたらここが絡まっちゃってあーんって汗汗しましたね。めっちゃ汗汗してました。一生懸命外しました。私スイーティストガール結構好きなんだよね。元気になる。たまにさ周りのこと考えすぎてさ、人のことを考えすぎてなんか疲れちゃう時あるんですけど、こんなポジティブな私でもあるんですね、そう考える時が。そういう時はスイーティストガール聞きます。
自分のために生きてみましょうっていうのを聞いて、あ、いいな、自分のた自分を大切にすればいいんだって思い返せる楽曲なので、ちょっと人に疲れたら皆さんスイッチとかで聞いてください。クラハスさんが今回も3月に来て、クラハスさん、アイカツねみんな大好きアイカツですね。あとは寿司原さんもインスタのストーリーで言ってましたけど、誰にもバレずにって、結構あの曲イコラブっていうかアイドルが歌う曲生々しいじゃないですか。だから楽曲来た時はみたいな、むしろ誰がセンターになるんだろう、だって僕なんていらないよとか言ってるからって思ったんですけど、でも特に2番の歌詞はもう誰もが共感するんじゃないですかね。頑張って生きたって人混みに溺れって誰も、頑張ってる人全員考えてることじゃないですか。頑張って生きてたらね、働いてたりとか学校とか行ってたら誰しもそうやって思うことじゃないですか。そう思うことが、思ってるってことはもう自分が待ってるってことで、スイーティストガールを聞いてください、その後久しぶりに MV もみんなのさ、切ない表、切ないっていうか感情が爆発する MV だったなと思って、私もなんかさ泣きそうになるよね、あれ。アイラインはラブライナーです。なんか集中すると何も喋れなくなる。アイラインちょっと重要だから、ちょっと待ってて、みんな。いいんじゃない、目がどんどんでかくなってってるよ。いいよいいよ、お目が大きくなっていってます。あ、間違った、これ塗るの忘れた。で、涙袋はウォン・ジョンヨ先生、ウォン・ジョンヨ先生塗ると爆誕するんでね、ドリームバグ、ドリームハグだ、これを塗るともう爆誕ですから。涙袋が皆無な人でももう本当に爆誕、こんにちはってなります。で、最後にこちらのフーミーのキアラベージュをつけます。キアラー、キアラベージュめっちゃ可愛いんですよね、ラメがキラキラして。はい、オッケー、オッケーオッケー。はい、そしたらまつげやってく。もうまつげが一番時間かかるから、まつげやるのすごいね、ため息がもう出る。どこ好き、どこ好き、何、どこ好きか言っての流れ、あーね、どこ好きよね、歌ってても気持ちいいしさ、ファンの人も好きって言ってくれるからさ嬉しいよね、やっぱり。朝一だったらこんな声出ないわ、よく出てるわ私ライブで緊張するもん、あそこの最後のはぁはぁ、今だったら街で出ないんですけど本当に本人ですか、はぁ、本当によくこの喉から出してらっしゃるって思います。ね、おいしい。ね、
しょよいしょ、どうなんだろう。ストリップ先になるから。イスパポ？椅子と床の相性によります。あ、これはもう100本目ぐらいのマスカラ下地エレガンスの、これ大好き。ちょっと待って、マスカラマジで真剣にやらないと。待って、頭めっちゃボソボソじゃん、最悪。あー、最悪なところをみんなに見られてるね。手鏡つけていいのか。でもさ、ちゃんと発声練習しないと出ないんだね。準備体操って大事だわ。だって今マジで出ないもん。ぼー絶対出ないんですけど。やっぱさ、大事なんだね、準備体操っていうのは。そうだよ、ファンの人も準備体操してから行かないと。したらこれを使います。ミルクタッチもう一生これのね、ロングの方を使ってます。もうストックもしてるし、これが一番好き。どこが好きかいってそこから強く抱いて、真っ赤な花びらのように花に耳を残して。どこ好きってカラオケでさ、もう配信されてんのかな。もっぴ合いすぎてる。やったー、もっぴ合いは本当にもうクレヨンしんちゃんと並ぶぐらいめっちゃ好きかも。なんかね、クレヨンしんちゃんもそうなんですけど、癒されるし、あと元気が出るんですよね。ねえ、綿棒ふぅ、ふぅ、めっちゃあー、もう綿棒取りに行くのめんどくさいけど、綿棒取りに行ってきますね、本当に。ちょっと待っててください。綿棒取りに行ってきます。綿棒。え、待って、綿棒私んちないかもしれ、あるかも。あ、ないないない、最悪なんだけど。そうだ、私綿棒さ捨てちゃったんです。ティッシュで頑張るしかないんですけど、最悪、綿棒捨てちゃったんですよ。使わないかなと思って捨てたら、あのめっちゃ使うやんっていう。最悪、まあ、そういうこともあるよね。どない、お腹すいたな。今何時？あ、でもまだ12時なんだ。全然もうさ、14時とかだと思ってたんだけど。
まあいいんじゃないでしょうか。どう？今日もまつげバッサバサ。綿棒ってプレゼントできないんじゃない？綿棒ぐらい買えます。皆さん綿棒ぐらい買えますよ。私買えるて。で最後にちょっとこのチークを追いチークします。ガチかわいい。これもうねかわいすぎる。久しぶりに当たりコスメに当たりました。買ってよかったチーク化粧最近で言うとナンバーワン。強がんなくていいよ。綿棒も買えない人間になってしまいました。悲しい。うん、顔が完成しましたね。完成しました。まあいい感じじゃないでしょうか。さあ頭もやんなきゃいけないんだよね。爪楊枝ってあんま使わなくない？使うことある？爪楊枝ってさ人生で爪楊枝買ったことないかも。ちょっとシェーリングをしとこうかな。はい、ポリポリポリ。ちょっとね、アイロンしたい。アイロン持ってくるで。よいつかちゃたた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 たタタタタタンタタタタンタンタンタタンタン。アイロンはサロンムーン、これめっちゃ好きでやりやすい。160度、期間限定の色を買いました。これもこの前の Q10で買いました。よいー。何のリップ？アミューズ。の桜ローズ？桜なんたらみたいな。いつもブロッキングしてるんですけど、今日ショールームしてるのでちょっとブロッキングめんどくさいので、ひたすら頑張ってアイロンしていきます。いつもはね全部ブロッキングしてるんですよ。やっぱもう今ヘアバンドとかしちゃってるからさ、前髪ボンバーなわけよ。そこでブロッキングとかしたらもうさダメなわけじゃん。ダメなんだよ。ちょっと長すぎて足らない。ごめんなさい、膝立ててます。今本当に左膝を立てております。髪が長すぎて鏡に見えないし、しかも長すぎて。今日はねもうストレートってか、もうやっぱスーパーロングの巻きってとっても大変なんだよ。だからもうストレートです。
ングねやるんだよいつも。あちマジで長いんですよ本当にね、本当に長いの。こうやんないと本当に大変なの、ガチで大変なの。200度はやばいって。もうね200度はねさすがに私はもう髪色が落ちちゃうから。思いを届けありがとうしずって。でもなんか配信切った後ちゃんとやります。見せられない部分までちゃんと、だって前髪もやんなきゃいけないし、とりあえずは今見せれる部分でやっております。うねうねしてる。どこがうねうねしてる。どこ、ここ、地毛はね多分今ここら辺かな、ここぐらい。切れちゃってると思う、エクスして。確かにダンサーっぽいね。男性もヘアアイロン持ってくるべき。どうなんだろう。でも持ってる人多いんじゃないかな。さすがにコテとかはさ持ってないだろうけど、ストレートアイロンぐらいはさやってるんじゃない。こうやってみんなこうやってやってる人多いんじゃない。絶対むずいよねそんなの。逆に女の子の方が楽なんじゃない、こうやって伸ばせばいいから。コテ買おうか。あ、確かに実は長いもんね髪。弟のストレートで巻き巻きしてる。ウェーブ巻きやったりしてるよね。すごいよね本当に。お風呂嫌いな私にはエクステの手入れなんて絶対できない。頑張って地毛伸ばしてる。確かにお風呂苦手な人はエクステマジで絡まると思う。毎日ブラッシングしてちゃんと乾かしてとかやんないといけないから、本当にお風呂とかそういうお手入れができない人はマジエクステ難しいね。鳥の巣になって1ヶ月待ちます。やだー。あー確か帽子、男性はね帽子とか。サナたちもねあれだよ、女の子もね前髪作るのめんどくさい時は全然帽子とかあるし、こっちだけストレートとか巻いてたら帽子かぶってたらもう完璧。シルクキャップはねかぶってない。でもファンの人にもらった枕カバーがあってシルクの、それを使ってます。ありがとう。でストレートにまあまあできたんじゃない。見える範囲、見れる、見られる範囲ではまあまあまあ。後で仕上げをやりますけど、これでうねって。オーナクスイーターン、オーナクスイーターン、オーナカオーナカオーナカクスイーターン。まあまあまあ、なんかヘアバンドしてるからすごい毛量の人みたい。まあまあまあ、とりあえずいい感じじゃないですか。あとは前髪やって。そうなんですよ、今日この後食べるんですよ。だから今は食べません。
イコラブエのサノトルさん面白かったです。何したっけ、何してた私、まだチェックできてないんだよね TVer で。何かしてました私。大喜利してた、何何したっけ。カニ味噌、カニ味噌、カニ味噌頼んでた寿司屋。お寿司屋さんで、え、面白い、頼みません皆さん、カニ味噌頼まないの。カニ味噌は絶対頼むよ私。え、みんなカニ味噌頼まないの。逆に絶対頼むよな、頼むよな、カニ味噌美味しいって。え、逆にみんな何頼むの。あ、サーモン頼まないわサーモン頼まないかも。エンガーも頼んだことない、しめ鯖もない。しめ鯖はご飯じゃなくてお刺身としてだったら食べれますけど、食べれるか、食べる。わあ、私が頼むのはカニ味噌、中トロ、カニ味噌中トロ、あとエビアボカドとか、エビ炙りエビ系、茶碗蒸し、そこをもうずっと、あとネギトロをルーティーンで飲んでます。あ、ラーメンも食べるとき食べる。あ、ラーメンとかおうどんとかは食べるとき食べるよ。イカはお刺身で食べるかも。イカタコはお刺身が好き。卵美味しい、うん、やっぱ茶飯ってそこのさ、お店の味が出るじゃん。卵焼きもそうだけど、カニ味噌、え、あるよ、カニ味噌結構ありますよ、あのお寿司屋さんで結構あるある。結構ある気がするな。っていうのもある気がする。この前かっぱ寿司、あ、寿司原さんが今やってるんですけど、あの寿司原さんがね今結構テンあの何アンバサダーなんて言うんですかね、 CM をやってるんですけど、それでかっぱ寿司行った時もカニ味噌ありましたよ。あったよ、食べてみて。でもね、カニ味噌は好きなんだけど、そのあのウニ食べれないんだよね。なんで？ウニとかさ、めちゃめちゃ好きそうじゃん。ウニ食べれないんですよ私。なんで？どうして？なんでどうして？お、かっぱ寿司でこの前カニ味噌初めて食べた。え、美味しくない？どうでした？私は結構好きなのよ。ウニね、ウニ食べれるようになりたい。やっぱ新鮮なウニ食べたいよね。食べたいだって
旅たい、旅たいよね。ちょっと手直ししてます。ふぅ、 OK、 いいんじゃないでしょうか。はい、40分だったら終わるね。サナツンがおすすめのカズチーだけ見つからなくてんだ。ネットに売ってると思う、多分。そう、今日サナの日でよ。あの夜もねやるから見てね。ユニバもピーコーデしていく、いいじゃないですか。ええやん、ええやん。もっぴーもっぴー。これのね、下はね、多分なんだこれ。多分アビーちゃん、アビーちゃん、もっぴー。なんだけど。ツーショット何着てるか整ってる。自分が一番盛れるかっこいいかわいい服で着ないよ。ツーショット私服が一緒。え、私服なんじゃないの？なんか私服っぽくない？ AKB さんとか見てると。あ、そうそう、パープルゼニアだ。みんなありがとう、画像作ってくれて。サナの日お、すごい。すごいね、みんな。すごいね。危ない。みんなこれから仕事？仕事かな？休憩中。多分ね、ツーショットポーズね決まってんだよね、確か。なんかね、ファンの人が教えてくれたんだけど、なんだっけ、なんか決まってますみたいなのがさ書いてあったよみたいなことを言ってたから、もしかしたら決められちゃってるかもしれない。こういうやつかも。これか、これか、かもしれないけども、
そう、だから表情変えてこうね。で、何枚もある方はぜひ。最近好きになりました。ありがとう。確かに初めてだからね、サナたちもツーショット会っていうのは。だからまあ楽しみましょうね。あ、何部もある方は確かに服装変えるのもあり。私も多分私服だったら服装を変えると思うしね。ね、あ、対面の参加券となって、あ、なんかそういうやつ見たな、いろいろ。モッピーつけようかな。え、モッピーつけなよ。みんなでモッピーで来てよ。モッピーモッピー。寒っ、今裸足だからマジで寒い。やめて、やめてよ。やだな。最近マジで怖い夢とか悪い夢めっちゃ、悪い夢見ないな、怖い夢めっちゃ見るんですけど。前髪の重さどうするか悩んでる。重さってめっちゃ重要だよね。リアルなやつ。今日も、え、今日なんだっけ、怖いやつ見たのに忘れちゃった。いや怖いみたいな夢見たのにね。あー、なんか忘れちゃったね。まあ、一回忘れたから。ね、なんだろうね。なんかこの前見た夢は、バス、電車だったんですよ。ピューって電車が来て、そしたらなんか電車のその電気がなんかピカ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 みたいな怪しい光だったんですね。で、怖っと思いながら、でキアラと多分翔子が、キアラと翔子かな、まあメンバー2人と乗ったんですよ。でそしたらなんか電車だったのに急になんかバスみたいになんかなって、運転士の人がなんかこの角度からこうやって私たちのこと、てか私たちしか乗ってなくて、こうやって見てきて、こうやってすごい角度からなんかタカ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 ってなんかめっちゃ見てきて、怖いみたいな、え、怖い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 、何何みたいなっていう夢見ました。怖かった、めっちゃ運転手さんがガチ怖で、さ、次の日さ、すごく朝が早かったんですね、仕事が。だからそういう仕事が早い時ってさ、まだカーテン開けてもさ暗かったりするじゃん。暗かったりするからめっちゃそれでも怖くて、なんか全部電気とかもつけて、あとなんか YouTube めっちゃ流して家の準備してました。出る準備してました。怖すぎた、めっちゃ怖かった。運動会終わってキアラに連絡しようと思ったけど連絡先は見つからなく、知らんかったって言いました。え、どういうこと？それ夢なの？現実じゃなくて。ライトセーバーで戦う夢見たから、え、夢めっちゃあるじゃんそれ。ライトセーバーで戦うのめっちゃかっこよくない？こうこうでしょ。いいな。ね、私よく見る夢は空を飛ぶ夢、あとは
ちょっと拳銃で戦う夢、しかも拳銃も絶対に2つなの、両手に持ってる拳銃なのね、こういうバババババンじゃなくてこういう拳銃で戦う夢。あとはあの最近は追いかけられる夢見なくなったな。うん、空を飛ぶ新しい可能性をつかむ兆しやし、え本当？でね、夢って分かって頑張ってこうやって飛ぶの。あこれ夢だから飛ぼうと思って、落ちないようにこうやって力をこうやって抜くとふーんと落ちちゃうからこうやってって頑張ってる夢です。説得しようとしてるんだけど声が出ない夢、スマホの画面割れる夢めっちゃ、いろんな夢があるんだね。怖い夢をいい方向に向かっていく、本当？やった、じゃあいっかということで終わります、終わります。昼もありがとう、夜もねやりますよ、はい、なのでよかったら見てください。1位がシドティ、2位が半熟、3位が星の鼓動は愛、4位が関の、5位が雪狼、6位がブチオ、7位がリョッキー、8位がオヤム、9位がニャンコ、10位がニャンチュー、11位がポニョ、12位がマオンちゃん、13位がスー。ありがとう。じゃあ皆さんも体調とかいろんな気をつけて過ごしてください。終わります、ほなほな、終わります、またね、また会おうぜ、バイバーイ、 See you、 ありがとう、頑張ってね。